こんばんは先生、こんばんは皆さん。今日、私の家族は環境と鳥の動物を手伝うために、何をするを話します。始めましょう。エルサルバドル人家族は T シャツをモップにしたり、料理の入れ物を集めたり、学の時、リサイクルものと工芸を使っています。私たちも できるだけ。私の家族は、うちでリサイクルするようにしています。これはしません。私たちも金魚の犬と猫に食べ物をあげるようにしています。私の家族それぞれには手伝い方があります。私たちが何をするを話します。上から下まで始めましょう。祖母。祖母は入れ物を集めて、これは食べ物を入れるために使います。コーヒーの入れ物からパスとブドウの入れ物まで。これは、ラカラカの入れ物です。すみません。私は祖母に物事の部分を集めるのを習いました。後で使います。クッションの中身を作るために大きくて古い靴下を使っています。そこは野菜が好きですから、姉と私のために、そこは私たちのいなくなった服をポニテールにします。ポニテールの布のサイズは45センチかける9センチだそうです。次は父。父は庭にグリーンカーテンを置きました。これのうちの温度をすみません。これのうちの温度を下げるのに役に立ちます。父は近所の犬と猫に食べ物をあげます。次は母。ごめんね。買い物の時、スーパーの袋を買わないように、母は自分のエコバッグを持っていきます。たくさん袋はもったいないです。ゴミを捨てます。すみません。ゴミを捨てるとき、母と私が、2つ袋でゴミを分けます。ゴミの袋とプラスチックや缶や段ボールの袋。次は姉。姉は水を汚さないように入れ物で油を流します。次。
私の趣味は工芸を作ることです。紙とか布とか段ボールとかを集めます。それで、いろいろなアイディアを作る使います。子供の時から知ってます。例は、これ布が猫の人形になりました。これ猫。それに私は外のうちにミスをきれいにするようにしています。犬と猫のミスは。この言葉知りませんけど、楽しい事実。1、私たちは扇風機を使いすぎないようにしていますけど、電気がとっても暑いです。2、私たちは服が穴があって着られなくなったら うちの掃除をするのに使います。3、たくさん入れ物が、植木鉢になりました。終わりました。ありがとうございます。